やったー、ケンタですってな感じで今回もやっていくんですけどね、今回ね、こちらのね、人気デッキでやっていこうかなと思います。いきます。で、いくんですけど、ちょっと待って、ランキング見てください。これちょっと iPad だと反映遅いんですよね。なんか3日と19時間残りシーズンがね、で、今グロ1は 2.9 クロスということで、まあ、頑張っていこうと思います。日曜日までね、ちょっと若干用事があるんでね、そのまあ、限られた時間なんですけどね、多分1日あればなんとかなると思うんでね、その最後の1日に全てをかけてやっていこうかなと思います。で、最後1日たくさん動画撮って、それをシュッシュッシュッってやって、で、グロ1になれたらいいなっていう、なれたらいいじゃねえんだよ、なるんだよ、よろしく。スターリーさんですね、ゴレですね。まあ、ギョーレムは割と人気デッキの中ではね、そのまあ、ゴレに対しては結構相性がいいかなという僕の意見があります。うん、ゴレですね。なんでかっていうと、相手結構インドラとマジでちゃう、まあ、ラムも結構きついんですよね、リセットがないんで。なんで、まあ若干相性いいかなと思います。これやって、リスピで回復して、カウンターにつなげたいですね、これ。めっちゃいいカウンターできそう。で、これランバーが抜いてくれるんで、あ、これライトかな？ライトボーエっぽいな。じゃあラム追加は違かったか。これ U の追加でね、しっかりダメージ追加していきます。ピピピ。あ、走んねえのか、やべ。あんまいい U の追加じゃなかったですね。あそこ、そっか、ライト来るから、俺は逆サイドにどっちかっていうとラムを飛ばした方が良かったですね。反省の。まあ、ケツマジアチャが結局最強かな。ケツマジアチャして、ケツマジアチャ俺さ、もうやばいんですよ。その最近ライキさんと話してから、ケツからユニットを出すっていうのが、なんだろう、一旦ケツ出してからケツ出すみたいな感じになっちゃって、大変ですねっていう。ここにだからラムをつなげないんですよね。ここファイブディーな。で、打って、これさ、いい感じに言うの伝命できないかな。OK! 悪くない。で、ダクネ咲いたんで、ここをもう一回後ろからマジアチャですね。ケツ出してから、もうケツマジアチャ。どうすか、これ。で、ケツラムですね、これは。ケツ出し、あ、もういいや、もうつまんねえな。で、まあ、ランバー。まあ、軽めに攻めて、こっちをウンドラで守っていく。寸法でいきます。トルネ打たれるかな。まあ、ちょっとヒースピで回復しておきますね。裏マジアチャ、全然いい流れだと思うんですけどね。どうすかね。ほい。で、インドラ。休養して、インドラね。で、ここで急に逆サイにランバージック反抗期ですね。いきなりどうしたのと言わんざるを得ないですよね。このライト防衛が結構厄介ですね。でも、今ライト使ったんで、まあ、マジアチャには打たれる心配がないと。はーいしょ。で、これも高めインドラで出しておきたいですね。ゴレが来た場合、やっぱ止めにくいんで。ここ大事、ここ大事、ここ大事。シャッチャーセイハーオッケー、インドラでなんとか溶かして。で、マジアチャ大事ですね、これ。マジアチャでコウモリをしっかり。ちょっと待って、お前。何やってん、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 何やってるの、ちょっと待って、また出て、あー変な女、男みたいな声出た、すいません。うわー、しまったな、これもしかして、いやでもどうすりゃよかったんだ、もうちょっとアド取れるいい感じに。人気ね、あば、俺のボツが見えた。人気結構自信あるんですけどね、今シーズン。今まで俺、ジンギってデッキあんま使ったことなかったじゃないですか。でも結構自信あるんだよな、なんか。このジンギ、5入ったことによって、その、言っちゃえば何にでも勝てるようになったんですよね。バランスが結構良くなって。バランスいいデッキ俺大好きなんですよ。アーロン。いや、ウーロンだ、こいつ。
絶対そうだ。ギャルのパンティはあげないよと言わんざるを得ないマジアチャを出していきたいですね。ここら辺から。で、怖いのがインドラ出せる。お、おいしい。おいしい。おいしい、水はじさん。これめっちゃ好きなんだよな。やばいっすよね、これ。ああ。これちょっと大変だよな。こいつら言うので釣れるな。イースピッド以外に飛ぶな。お前やった。やったな、こいつ。あ、でも、逆サイ入ってる。で、わかりましたね。ラバガゴガゴガゴギャングですね。なんかガゴ行ったらよかったな。まあ、これインドラ出してザップ打たれたら、そん時やにゃ、って感じですね。これランバー。ちょっと待って、なんで。え？マジか。まあ、一回でもギャングでどうせ出せるだけか。ラバー出してもどっちも守られてたよな。じゃあいっか。マジアチが肝ですね。マジアチが肝ですね。大事なことなんで2回言いました。で、オッケー。いい感じ。相手はギャング切った後の言うのがきつそう。知らんけど。ヒースピで回復したい。オッケー、完璧。めっちゃいいこれ。この、多分、受けれないっすよね。オッケー。マジアチャを軸に攻めていきたいですね。インドラで守って、マジアチャだな。マジアチャは延命したいですね。ここマジアチャンスですね。お、これバルーン先行すんじゃね？来た。まあ、それは分かってる。オッケー。ここしっかり回復させながら止めて、オッケー。ゆっくり。あ、ギャング使った。で、これにディガ来る。ディガ、タガ。オッケー。で、ランバでしっかり止めて、バルーン来ても、相手左サイドバルーンでしか落とせないよなーっていう。ちょっと待って。なー。あー、そこに打ったら、おいしょ。止めてる間にインドラでこっそりとね。で、陸気がないんでロリババ転がしてからの言うので結構辛いかな。ディガー受けしかないね。もしディガーで受けるも必須で回復して GG。 うん、いいね。 OK。 パンパッパンパップ。ラバに相性めっちゃいいですね。ラバ来たら勝ちたい。絶対勝ちたい。どんぐらいの確率かな。確定なんだろう。なんかゲームのガチャとかで確定演出が来た時は、まあ、確定なんですけど、そんぐらいの確率で、まあ、100% ですね、言ったら、そんな感じでラバに勝てます。なんでラバに勝ちたい方はこちらの神器デッキぜひ使ってみてくださいと。インドラがやっぱね、ラバに対して強い上に、そのラムライダーっていうね、バルーンメタもあるんでね、もうムチムチの無敵ですね。はい、ロリババ、相手のデッキがまだ把握できないですね。これババゴヤスキラーですね、多分。なんす、あ、違うわ。エリゴレ。エリゴレ、またエリゴレ。俺が使うのはいいんですけど、相手に使う。あ、でもじゃあ、エリゴレ相手に使われるのめっちゃ嫌だ。自分で、わがままなんですけどね、わがままボディなんですけど、自分で使う分にはエリゴレなんて、結構俺好き、なんなら好きの部類に入るんですよ。でも相手が使うってなったらちょっとちゃうんすよね。やばい。これマジでさ、一発入るな。キンキドシチマを、シチマ誰一発入っていったん。マジでこれどっちも気をして、で相手がババガを置いた瞬間に逆サイド攻めたいんですけど、次からはなんか高めに出してくる気配がしたんですけど、相手はもうね、違うんです。俺の勝ち筋と言ったら、右を攻めるぐらいしかないんでね、これ、ラッキーですね。バボが高めに出された方がちょっとだるかったかなっていう。で、またライドラ。ここ5打ちたいな。打つか。打ちます。
打ったらめっちゃいい感じになったね。ここ一旦待って、でまあエリゴレが来たら逆サイドにユーナ流す感じかな。左から来るでしょ。いや、ババガイからもう一回立てんだ。違うな、なんか。おいしいおいしい。これもう左攻めて終わりっしょ。で、発速ファイブを。くたばれー！うわー、やる！やりますね、それ。いや、頼む。いいマジャチャ。これめっちゃいいマジャチャでしょ。頼む。いや、なんか、当たる。当たった。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ守れるよ。ランバーで挟む。あの、マジャチャが来てるのが大事。オッケー。で、ロリババでしっかり倒して、まずはエリゴレを溶かしていく。で、エリアド取った瞬間にラムライダー飛ばす。で、これ両サイドも攻めないと折れないから、右にも作っていく。はい、右にも、右に作っていく。右に作っていく。右に無限に、右に。よしよしよし、いけるいける、来た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 、よし、これロリバー使ったからヒースピ追加でジジと。あのミリ残りのライドラをマジで射抜けるか射抜けないかゲーミングでしたね。あれが残ってたらもう終わってました。定年18でした。 KK 菊池海斗定年18。はい、どんどん行きますよ。どんどん行くなう、よろしく。どうしようかな、これ悩みのロリババですね。ロリババ書店に、あ、俺さ、これ未だに正解が分かんないから、人技使いの方いたら教えてほしいんですけど、書店ユーノとロリババ切るとしたらどっちがいいんですかね。俺はユーノ切りません。なんでかっていうと、ユーノってなんかさ、そのキングギドラの恐れがあるじゃないですか。ここユーノで、ハピピ。で、ひ、あ、ちょっと待って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 、なんでなんで、え、ちょっと待って、今のはおかしい。今のは絶対おかしい。え、ちょっと待って。え？ちょっと待って。今のおかしいな。ちょっと後で上に連絡しておきます。おかしいんで。ザップに、ゴン。これ5打っときたいですね。まあ、ゴレっぽいなぁ。ゴレっぽいなぁ、お前。まあ、ラムつけとくか。そのマジャチャが無駄になっちゃうんで、で、はい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 。許容しながら守っていく感じですね、相手のスタイル。まあ、これゴール間違いないでしょう。これ言うので受けたいですね。言うのでできるか。まあ、早めに出しとくってことが大事でしたね。さっきちょっと、待って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 。いきなりそういうことされると困っちゃうっすね。で、あ、マジャちゃん次ファイブなんで、うん、ここラーメン行きたかったんですけど、しょう、あ、よしよし。あっしゃい、メゾハジさん、これ、ランバーで受けて、ヒースピで回復します。で、ラム追加で。勝ちやん。勝ちやないですか！いや、全然だった。あれ、全然だった。あれ、おかしいな。ロリババ低めですね。二度と走らせないように。ここら辺で来るのか、やつが。魚類がドーンと来るのか。ここにファイブ打たないと、いや、今ガン攻めでもよかったんですけど、プリンスがいると、結局、そのエリアドどんだけ取ってても守られちゃうんですよね。ここ一旦守ります。一旦モメン。なんでかっていうと、逆サイ攻めてもプリンス供与があるんでね、怖いですね、ちょっと逆サイ攻めるのは。ここ、マジで守る。D 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 モンキー D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 。いやー、プリンス溶かしたい、プリンス溶かしたい、まずプリンス溶かしたい、プリンス溶かしてマジャチャで貫きて、オッケーオッケー、来たベビドラ出せるとしてもベビドラでしょ。もう一発、うわー、足りない、やばいやばい。でもザップ使ったでしょ。でこれヒースピで回復すればなんとかなるでしょ。頼むよ。いやー、ちょっと怖いな、それ怖いな、ちょっと怖いな。でも相手ザップしかないよね、絶対。うわー、
うん、なんかインド強えなーマジで。52周かなーこれ。怖えーマジで。5 2周します。はい、2周。匂いがつかない2周だのふりしてマジでちょっと犬。あ、べマジで。ちょっと待って、本当に。本当にやばい。これラムで逆サイツル。ツルツル。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。命2個あっても足りねえよ。ってな感じでね。はい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 。出て。まあ、自分のラム神器いかがでしたでしょうか。まあ、もうちょっとね。71なんでね。しっかり上げれるときに上げて、まあ上位目指したいな。で、てか1位目指したいな。今のさ、今の順位で1位目指すとか言っても、ちょっとあれなんでね。あんま1位は言わないようにするんですけど、言っちゃったけどね、上位目指して頑張ります。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。